ットで振り返ってまいりましょう。千葉ロッテ先発は前回プロ初完封を挙げた種市です。ただその種市、いきなり立ち上がりがあるピンチ、ツーアウト1、3塁でバッター島内を迎えます。ストレートを捉えて、これがセンターへのタイムリーヒット、楽天が1点を先制。さらにこの後、デッドボールなどもあって満塁にまたなって、バッターは内田を迎えます。山田さん、ここですよね。そうですね、まあ、この変化球ですけども、ほぼ変化しないまま高めに来たって感じですから、それをしっかり捉えた内田が2試合連続のホームラン、これが満塁ホームラン、今季2本目の満塁ホームランで5対0と一気に初回で種市から大量点を奪います。5点を早速もらった塩見ですが、1回まず福田周平を三振、その後ツーアウト1塁とランナーを出しますが、安田をスマット打球のライトフライで抑えました。塩見の方はいいスタートを切りました。そして2回です。まあ、ロッテはチャンスを作ります。相手のセンターのエラー、それからフォアボールがあって2塁1塁、ただここでちょっと当たってないレアードがサードの偵察だと、ツーアウト3塁に回ります。そして柿沼もこの後ショートフライということで、ちょっとこのチャンスを広げられませんでしたね。そうですね、まあ、この辺でね、点が入っていればっていうところはありましたけどもね、少しこう変わった、ね、試合展開になったと思うんですけども、はい、塩見も気遣って、センターエラーをした辰巳に、ね、声をかけてマウンドを降りました。そして3回ですロッテ、1番の福田周平、ノーアウト1塁からですが併殺打、2個目のロッテはダブルプレーになりました。そして2アウト1塁と岡が出たんですが、打席マーティン、岡が走ってさら盗塁失敗、ちょっとちぐはぐな序盤続きます。千葉ロッテマリーンズ、さらに5回です。またノートランナーがフォアボールで出ましたロッテ、ただレアードが2打席連続でしたね。チャンスでね、レアードのところに回ってくるんですけどもね、なかなかそのレアードのバットが外後効けないっていう感じですから、そして柿沼も抑えられます。なんか結局ノートランナーが出ても生かせないとね、続いてしまったという、まあ、ただ種市の方も1回の5点以降、2回から5回までランナー出したりもしながらもよく抑えてました。ゼロに抑えた中、6回です。ツーアウト満塁とフォアボールなどもあってピンチ、バッター浅村、その前の3打席は合ってなかった浅村ですが、ここで左中間を破っていく3点タイムリーツーベースヒット、大きな追加点を楽天も得ます。8対0。今日は種市は6回8点でマウンドを降りました、今季ワースト。その後7回です、安田が今日初安打をこれうまくヒット逆方向へ持ってきました。ツーアウト1、3塁とチャンスを広げて、バッターはレアード、マウンドは塩見。この打球は結局レフトライナー0点。塩見は7回無失点で今日はマウンドを降りました。長野が好投したロッテ、2番手で好投した後小野が9回投げます。その小野がランナー2人出しますが、ここは足立も打球、センターの和田浩司と速い足で見事キャッチ、ファインプレーを見せて小野を助けます。まあ、9回は0点で抑えました。そして試合際に対して安田がワンアウト2塁での打席でしたがセンターフライ、さらに2アウトランナー2塁で今度は5番の井上、まあ、なかなか3塁いってますが、結局空振り三振でゲームセット、楽天が8対0でロッテを破りました。今日は16安打先発全員安打の活躍でした。塩見が2勝目、種市は自身の連勝3でストップ、2敗目を喫しています。